はい、いきます。動けないですか。これでいくとこの辺から釣り上げる感じですね。カラスさん。足のどの辺当ててるんですか。ここです。この親指の骨が出てますよね。はい。だからこの辺。巻くような感じですね。指はこうよりもストレートじゃないから巻くときはちょっと上げる。足をこういうの上げながらここでここに捉えるみたいな。乗せに行くっていう感じですね。乗せに行くとカーブして、ちょっとステップでいきます。それあれですか、インセプト ここに当ててます。そうそう、さっきのロングキックの2番目の速い方。それはあれです、外側カーブかけるときはここったじゃないですか。はい。で、速いボール蹴るときってストレートが今逃がすボールだったらちょっとここ外側に蹴るんですよ、ね、当てるんですよ。でも固めんないでしょ、当てる場所を変えるだけだ。結構こうスピードと回転とって、回転をかけるとスピードが落ちるじゃないですか、やっぱり。それはもうまあここでいいじゃないですか。コース今のはもう速くてもう逃げるようなボール蹴れますね、コース、まあ、ホップするよ。そうするとキーパーが逃げてくる。キーパーどこでここから取れないですよ。ここ取れないですよ。させるやり方だと、こういう感じだと。これもでも俺、振り切った時大体ね、助走で一歩しか取れないんですよ。今回しか。1、2回だけ。それって、はい、あの、はい、はい、ボデカルみたい。の時もあるけど、基本もこの近い時は、もうここから、今回。キーパーの駆け引きであんまり助走取ると相手みたいなのが読まれやすい。俺の考えですよ。でいい時はキーパーがせーので絶対しゃがむんで、しゃがむ瞬間に蹴ると相手じゃあジャンプできないですよ。下がる瞬間蹴ると多分もうこの瞬間でもうゴールに入っちゃう。完全にやります。さっきみたいにもうこっち動いた瞬間に、あ、動くなって瞬間に、はい、改めて J で帰りました。山本さんって目いいんですか。はい、目がいい、目いいんですか。見てます。年は20歳です。
ゴール前だと結構力入れがちなんだけど、今みたいに力入れない方がいいのが速くなります。でも力任せにもうキーパーにスピードでいっちゃうやつもいる。また良かったね。下から上がりましたね。前田さんね。みんな今カーブすると思って避けると思ったでしょ。そうするとストレートに変えるとキーパー反応できない。前田さんね。基本的に本当はみんな狙った方がいいですけどね。あんまり狙いすぎると多分入らないと思うので、みんな狙いすぎてあっちょっと打ち出せるんで、ある程度キーパーで向かってある程度行くと、サイドネット、サイドネット、サイドネット、うわっ